学の気分をぶち壊して悪いがな、新一。まさか、嘘だろ。直ちに逃走開始だ。本当にあいつなのか。くそ、これじゃ泥棒じゃないか。ごちゃごちゃ言っている場合か。それにしてもいつの間に車の運転なんか。私は一日で日本語をマスターしたんだぞ。ダメだな。生きている。頑丈なやつだ。行こう。逃げよう。上か。枝に沿って四方に広がって隠れている。つまらんな。これは時間との勝負だ。そうできないはずだ。人間の小僧はどこだ。ボディさえ見つけて破壊すれば勝ちなのだが。奴のボディ、反硬質化した寄生細胞でプロテクトされているが。早くしないとお前の体が。勝負は一度きり。パワーとスピードにおいてはるかに勝る後藤の首を切り落とさようなら、新一。意識が薄れてゆく。妙に眠い。それなのに孤独感だけがくっきりと大きく。お待ち。何か使えそうなものはないかね。例えば武器だ。お、じゃあこれを。なんだ、ずいぶん錆びついてるね。ま、ないよりマシか。貴様にダメージを。傷を負わせてやる。パワーやスピードでは勝てなくても五感の鋭さは俺の方が上だ。戦える。ちゃんと作戦を立てれば戦えるんだ。どうすればそこに全体。問題は角度だ。今だ。邪魔だ。世界の一匹の人間に何ができる。諦めず。もう何秒もない。死ぬんだ今。いいさ、本当ならもうあの時に。次にしよう。邪魔が多い。それに今日は少々疲れた。
負けっこない。これで鎧の隙間を突き刺す。ほとんど可能性ゼロじゃないか。入った。俺の右肩先から入って左脇腹へ抜ける。即死だな。息や右今すぐ無駄だ。こちら側に移動する際に何が起こっているんだ。反乱だ。統率者以外の規制さ。でもなんでいきなり。ん、君だろ。奴の体内深くに毒物をねじ込んだのは。毒。毒だ毒だ毒だ毒よ毒だ。やばり奴の怒りの正体、それは脳を奪わなかった私には存在しない感情。その感情がより集まり増幅し、戦いを求め続ける。早く